聞いていたのとは大違いだ。日本のミリ飯、うますぎるぜ。皆さんは軍用食を目にしたり、試食されたことは終わりでしょうか。稀に被災地などで配給されることもあるようですが、軍用食とは文字通り軍隊、日本の場合は自衛隊の隊員が食べる食料です。軍用食は国によって様々な工夫がされており、味も見た目も多種多様だとか。今回のエピソードでは、韓国での取材で日本の軍用食はまずいと聞かされたフランス人記者が日本へやってきて、その真相を確かめることになります。果たして日本の軍用食のお味はどうだったのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。俺の名前はレオ。フランス人の元軍人で、今は軍事ジャーナリストをしている。と言っても、それほど固い取材をしているわけではない。軍人のことをもっと身近に感じてもらえるように、私生活や素顔に迫る記事を書いているんだ。自国を守るために命がけで働いている兵隊だって一人の人間だ。家族がいて、私生活がある。それに趣味だって持っているし、好きな食べ物、好きなタレント、好きなスポーツ、一般人と同じように好き嫌いがあるものなのさ。俺はそんな軍人の人間らしいところにスポットを当てて、それを記事にするんだ。多くの人々に軍人だって一人の尊い人間なんだってことを理解してもらうためにね。取材の対象はフランス国内だけじゃない。外国へ出かけ、海外の軍人と触れ合うこともある。時には戦地へ赴くこともね。中には取材を受け入れてくれない閉鎖的な国もある。それでもきちんと趣旨を伝えれば、大抵は受け入れてくれるものだ。そんな取材活動の一環で、軍の食事をテーマにしたことがあるんだ。いわゆる軍用食だ。日本ではミリ飯なんて言い方をするそうだね。ミリ飯か。面白い響きだから、この言葉を使わせてもらうよ。それで、ミリ飯の取材で日本にも行ったことがあるんだ。そこで俺は驚かされた。日本へ行く前、俺は日本のミリ飯はひどいという評判を聞いていた。だからどれほどひどいミリ飯を日本の兵隊は食わされているのか、そんなにひどいなら同情してやろうと思って取材に行ったんだ。ところが、想像とは全然違っていた。日本というのは、本当にすごい国だと思わされたね。そんな日本で体験したミリ飯の話をこれからさせてもらうよ。もしかしたら日本人でも知らない事実かもしれない。だからぜひ聞いてくれ。俺のミリ飯取材はヨーロッパから始まった。イギリス、イタリア、ドイツ、ポーランド、クロアチア。数えきれないくらいの国を訪れ、いろんなものを食べ、思い出すのも難しいほど、たくさんの記事を書いてきた。俺がターゲットにしたのは、保存性、携帯性に優れていて、現場ですぐに食べることができる、戦闘糧食と言われるものだ。辛い任務の間、食べることが兵士たちにとって唯一の娯楽になることがある。だから、味も栄養面も量も満足できるように、ミリ飯は改良されてきた。クラッカー、パスタ、シチュー、パテ、チョコレートなど、国によってその中身は異なる。ミリ飯の中身を見ることで、その国の食文化がわかると言っても過言ではない。もっとも、これは最近の話で、俺が現役だった頃は、変わり映えしないものが多かったけどな。例えば、イタリアのミリ飯だ。ずっしりと重いパッケージを開けてみると、中から出てくるのは、肉汁たっぷりのハンバーグに、トマトの酸味がさっぱりとしたミネストローネ。そして、カラフルで見た目も楽しいリゾット。どうだ、イタリアを感じることができるだろう。これらがレトルトパックや缶詰に入って、ちゃんと温められるシステムになっている。おまけにイタリアのミリ飯には、食前酒としてグラッパがついているというのだから、至れり尽くせりだ。もはやここまで来ると、行軍というよりは、ハイキングとでも言いたくなるけどな。俺の母国フランスだって負けてないぞ。
パッケージを開けると輸入品店のお菓子コーナーのような包みが現れる。メニューはポークサラダにイノシシ肉のパテに牛肉のトルテリーニ、チーズとクラッカーは必須だ。どうだ、ワインが欲しくなるだろう。それだけじゃない、デザートのカスタードプリンにコーヒー、優雅なひとときが過ごせそうだよな。どこの国のミリ飯もバラエティに富んでいて俺の舌を満足させてくれた。それに食事をする時の軍人の顔は幸せそのものだった。ヨーロッパの取材を一通り終えた俺はアジアへ範囲を広げることになった。そして最初に訪れたのが韓国だ。ところがここで俺はがっかりさせられる。ヨーロッパのミリ飯を堪能してアジアにも期待していた。それなのにさ、まるでカウンターパンチでも食らったかのように失望したよ。パッケージを開けても全くテンションが上がらない見栄え。メニューは一昔前のような品揃え。どこかに入っているはずの肉を探すのは宝探しのように困難で、おまけに肉はタイヤのように硬い。量は少ないし味付けもいまいち。いや、正直言って美味しくない。少なくとも俺の口には合わなかった。これじゃ士気も上がらない。韓国の兵士がかわいそうに思えてきたね。それで言ってやったんだ。こんな食事じゃ心も体も満たされないだろってね。そうしたら兵士は肩を落としてうなずいていたよ。だけどその後予想外のことを口にしたんだ。韓国のミリ飯がいまいちなのは確かだ。でも日本に比べたら全然マシだ。日本のミリ飯は残飯そのもの、あれは飯というよりゴミだ。あんなものを食わされている日本の自衛隊員に比べたらこっちの方が100倍マシだと思う。彼はそう言った後、ムキになってガツガツと抱え込むように食っていた。俺よりもひどいミリ飯があるのか。俺は驚いたね。韓国のミリ飯よりもひどいとなると、確かにそれは残飯並みだ。飯というよりゴミといった彼の表現にもうなずける。まずいミリ飯の取材はできればしたくない。実際に試食するのは俺だからな。だけどどれほどひどいのか逆に興味が湧いてきた。それで韓国の次は中国を訪れる予定だったんだが、急遽日本へと行き先を変えたんだ。行き先を日本に変更した理由、そこには中国の取材許可が簡単には下りなさそうだという事情も絡んでいたわけだがね。俺は日本に到着するまでいろんな想像を膨らませたよ。日本はグルメの国だと聞いている。寿司に天ぷら、すき焼き、ラーメン。俺の母国フランスにだって美味しい日本食の店はたくさんある。特に日本酒なんてのは素晴らしい。ワインに勝るとも劣らない一品だ。寿司をつまみながらの日本酒、思い浮かべただけで笑みがこぼれてしまうよ。そんな日本のミリ飯がまずい？それはどういうことなんだ？日本人はミリ飯をバカにしているのか？訓練や行軍をしている時に食べる飯なんて、栄養補給になればそれで十分。味なんかどうでもいい。まさかそんな考えじゃないよな。それとも、うまい飯なんて食っていたら、極限状態で生き抜けない。そんな風に思っているのか？だとしたら、それは随分と古臭い考えだ。今の時代、心と体、両方が満たされなければ、高いパフォーマンスを発揮することはできない。そんなこと常識だ。想像すればするほど、日本という国がわからなくなってきた。いや、自国の兵隊を軽んじる国の姿勢に怒りすら湧いてきた。ところが、日本のミリ飯を見た瞬間、俺のそれまでの考えが杞憂であることを思い知らされた。史上最高にひどかった韓国を下回るという日本のミリ飯。俺はどれほどひどいものを食わされるのかとドキドキしていたんだ。それはやってくると分かっている恐怖を指の隙間から覗き見するような感覚だった。でも目の前に置かれた日本のミリ飯を見つめて匂いを嗅いだ瞬間、まずいわけがないと悟ったよ。これはミリ飯という枠にとどめてはいけない一品だと思ったね。
上等な食器に移し替えれば、和食の高級店で出されるような料理になる。食器が庶民的ならば、愛のこもった家庭料理に早変わりする。そんな視覚にも嗅覚にも訴えかける見栄えのいい料理だったんだ。もちろん味も絶品だった。例えば肉じゃがだ。ふわっとした甘めの味付けで、ママが作ったような温かさが感じられた。牛肉は柔らかくて、具材はたっぷり。しっかりと味の染み込んだ、一口食べただけで思わず顔がほころんでしまうような優しい味だった。生姜の風味が効いた魚の煮付け料理。こちらは少し濃いめの味付けがしっかりと具材に染み込んで、骨まで食べられる最高の一品だ。この味付けだったら、いくらでもライスが食べられる。他にも、ビーフカレーに、ポテトサラダ、ハンバーグに、焼き鳥などなど、多種多彩なメニューがある。どれもこれも、街中のレストランで出されたって、おそらく誰も文句を言わないだろうという完成度だった。日本のミリ飯、イコールまずい。そう思い込んでいた俺は、そのギャップに驚き、感動すら覚えたよ。こんなにうまいものを食える自衛隊員は幸せだ。間違いなく、国民から愛されている。そう思ったら、なんだかジーンと来ちまった。日本の隊員の優れた能力は、こういった食事の充実ぶりから生まれているのかもしれない。そんな風に思えてきたね。となると、日本のミリ飯がまずいと言った韓国兵に腹が立つ。だけど、少し考えて思ったんだ。彼は母国のあまりにも粗末なミリ飯に嘆きつつ、日本はこれよりもひどいものを食っているのだから頑張らなければいけないと自分に言い聞かせて、下がる士気を奮い立たせたんじゃないかとね。いずれにしても、日本のミリ飯は素晴らしかった。これまで食べてきた中では、ぶっちぎりの一等賞だ。俺は、一般向けに販売されている日本のミリ飯をお土産として買って帰ることにした。退役軍人の仲間に食わせてやろうと思ってね。それにしても、日本という国はすごい国だ。ミリ飯一つに至るまで、一切手を抜くことなく、研究開発するのだからね。こういう国は、絶対に敵に回してはダメだ。ミリ飯ですら手を抜かない国が、自国の防衛に手を抜くはずがない。我が母国フランスは、日本と永遠に友好関係を築いていくべきだね。日本ってこういう技術も優れているのね。日本のミリ飯がまずいだなんて、韓国はひどいことを言うわ。食べることくらいしか楽しみがない状況で、美味しいものを食べられるのはいいね。美味しいものを食べたら元気が湧いてくるし、士気も上がりそうだ。話を聞いていたらお腹が空いてきたよ。日本の食文化がミリ飯にも生かされているってわけだね。自衛隊の人たち喜んでいるんじゃないかな。韓国のミリ飯ってそんなにまずいの？だとしたら逆に食べてみたいかも。今回のエピソードに登場したワード、ミリ飯ですが、ミリ飯とはミリタリー飯を略した言葉で、自衛隊や軍隊に支給される携帯保存食です。軍用糧食やレーションとも呼ばれています。兵士が作戦行動中や演習中に食べるものであり、簡単に栄養の取れる料理となっている点が特徴です。栄養は取れるけれど、美味しくない場合は、兵士の士気が下がる可能性があるので、兵士の精神面を考慮した美味しいものになっています。自衛隊では1日3食、1週間食べ続けてもメニューが重複しないように21種類のメニューが採用されているとか、また主食は米だけではなくパスタやパンも取り揃えられ、副食のジャンルも和、洋、中とバラエティに富んだメニューが揃えられているそうです。栄養素の不足はふりかけやビタミン強化米などで補うなど多くの工夫が凝らされています。一般企業から提案された多くのメニューから約5年間かけて絞り込まれた自衛隊のミリ飯、いざという時にはこれを食べて力を発揮してもらいたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。
またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。